皆さんこんにちは。今日はスクラッチでクリスマスの飾り付けの続きをしていきたいと思います。今日は前回まで殺風景だったクリスマスツリーのところにいろいろと飾りをつけてあります。で、今日はこの飾り付けをやっていきます。で、今日のポイントはスクラッチにはもともと用意されている画像がいくつかあるんですけど、そうじゃないものを使うときにこのスプライトのアップロードっていうのをやります。で、それを何回かやっていくので、それが今日のポイントになってます。では実際に作っていきましょう。で、ここにツリーがあって、で、そのこうやって動かしてずれちゃうと困るので、後々これをまずは初期化していきます。イベントの旗が押された時、動き、今の位置にする。で、見た目、飾りをどんどん上に乗せていくので、ツリーは最背面、一番奥の方ってことですね、にするってやって、で、こうしておくとずれた時もちゃんと元の場所に戻ってくれます。はい。で、ここから画像をアップロードしていきます。まあ、適当にダウンロードしておいて、で、それを選ぶっていうだけなんですけど、コントロール A で全部選んで全部アップロードとかできます。で、サイズをそれぞれ調整して、で、あとはまあ好きな場所に配置をしていってください。はいはい。で、次に靴下を上げます。靴下は、で、まあ、いくつか種類があるんですけど、私の好みで、これと、あと、これとこれ。コントロールキーを押しながらクリックすると、複数選択できます。で、エンターで上げて、で、これもサイズを調整して、で、まあ、好きな場所に置きます。で、まあ、適当に角度とかも変えて、よいしょ。で、あと左右反転はコスチュームでできます。はい。で、こんなもんかな。で、次、ベルを、ジングルベールのベルを入れていきます。で、これ、その、なんだろう、ベルがチリンチリンってやってるようにできるんですけど、まずは1個だけアップロードして、で、コスチュームの方でもう1個アップロードします。そうすると、コスチュームが2つになって、これを、なんだろう、チリンチリンって鳴らすことができます。まずはサイズを調整して、位置調整して、で、イベント、旗が押されたとき、制御、ずっと。で、例えば 0.4 秒待つ。まあ、秒数は好みで設定してください。で、次のコスチュームにするを入れてあげると、こう旗をしたときに、この鈴がチリンチリンと、音は出てないですけど、音を入れたかったら、ここで、なんだろう、音すでにあるやつを選んでもいいし、もしくは自分で録音してマイクがある人は自分の好きな音を入れるっていうのもできます。今日の授業はここまでにしたいと思います。次回はこのツリーにもっとハイレベルな飾りをどんどんつけていきます。これからもスクラッチの授業動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。